5月アイスショーで北京五輪エキシビ以来の演技フィギュアスケートの羽生結弦 ANWAY は5月から始まるアイスショーファンタジーオンアイスに出演が決まった。故障のため3月の世界選手権は欠場。北京五輪最終日に行われたエキシビション以来の演技となるが、ビジュアル画像が公開されると海外ファンからも会いたかったよう伝説が帰ってきた。などと歓喜の声が上がっている。羽生結弦は北京五輪男子シングルで4位だったが、フリーでは4回転アクセルに挑戦するなど大きな注目を集めた。五輪最終日のエキシビションでは、春よ、来よ、熱演。3月の世界選手権は、五輪期間中に痛めた右足首が完治せず、欠場。5月27日からの幕張公演で、約3ヶ月ぶりに演技をすることとなった。ファンタジーオンアイス公式ツイッターは、出演決定に合わせて、ビジュアル画像を公開。羽生結弦は、織田信成さん、ハビエル・フェルナンデスさんら豪華面々と並んだ。これに、日本のファンはもちろん、海外ファンも反応。ワンダフルな知らせをありがとう。ライブ配信が見たい、ゆずの名前があって、超ハッピー、ゆず。会いたかったよ、オーマイガー。伝説が帰ってきた。心臓が止まるかと思ったなどとコメントが書き込まれた。羽生結弦のアイスショー出演を発表。北京五輪以来の演技にファンも待ちきれないフィギュアスケートのアイスショー。ファンタジーオンアイス2022が11日。公式ホームページで出演者情報を更新し、北京五輪代表の羽生結弦選手が出演することを発表しました。羽生結弦選手は、来月から始まる幕張公演、名古屋公演、神戸公演、静岡公演と全4カ所の公演に出演するということです。今年2月、3連覇がかかる北京五輪で前人未到の4回転アクセルに挑戦した羽生結弦選手。惜しくも、着氷とはならず4位となりましたが、フリー前日に右足首を捻挫し、痛み止めの注射を打って演技に挑んでいたことを明かしています。そして、先月行われた世界選手権は治療のため欠場。今回のアイスショーは北京五輪以来の演技となります。この発表に SNS では、この知らせを待ってた。待ちきれない。チケットが取れますようにといったコメントが寄せられています。羽生結弦。北京後初のアイスショー出演が決定。ファンタジーオンアイス全公演フィギュアスケートのアイスショー、ファンタジーオンアイスに措置。ピョンチャン五輪2連覇の羽生結弦、ANA が出演することが11日。公式ホームページで発表された。北京五輪後にアイスショーへの出演が発表されるのは初。幕張5月27から29日。名古屋6月3から5日。神戸6月17から19日。静岡6月24から26日の4会場、全公演に出演を予定している。羽生結弦は右足首の怪我で3月の世界選手権を欠場。2月の北京五輪中には、今後について大好きなフィギュアスケートを極めていけたら、フィールドは問わないなどと話していた。ショーには、羽生結弦のほか、男子でこの日現役引退を発表した同級生の田中啓治さん、盟友ハビエル・フェルナンデスさん、ジェフリー・バトルさん、ジョニー・ウィアさん、ステファン・ランビエルさんらが出演予定。女子では、坂本花織、シスメックス、樋口若葉、明大、河辺愛菜、木下アカデミー、三原舞依、
シスメックス。荒川静香さんらが名を連ねている。